アリシン K はアメリカ合衆国のプロレスラー。ミシガン州デトロイト出身。アメリカでは WSU シマー社員を転戦し、日本ではディアナに定期的に来日している。2008年7月より地元の養成所であるブクアでプロレストレーニングを始める。6ヶ月後の12月28日デビュー。2010年4月、アイは初参戦。ジェシカ・ハボック。 エンジェル・ダストに連敗。2011年1月のガールズ・ナイト・アウト3にて、ロキシー・コットンからアイは初勝利。ガールズ・ナイト・アウト4でも、ミッキー・ナックルズに勝利。しかし、ガールズ・ナイト・アウト5で、ミア・イムに鼻を蹴られ骨折し敗れる。ガールズ・ナイト・アウト6空位のアイは女子王座をかけて、イムと観客狂気持ち込み、デスマッチで再戦し勝利するとともに、王座ダッシュ。 ガールズナイトアウト7で3度目の対戦が組まれ、防衛成功。その後も、ジェニファー・ブレイク、クレイジー、マリー・ドブソン、ケイシー・ウォーフィールドを退ける。2011年1月には、WSU に初参戦を果たすが、ジャミリア・クラフトに敗れる。2012年3月3日、サッシー・ステファニーとのタッグで、WSU タッグチーム王座を獲得。2013年に、 ディアナ USA と契約。来日初戦は7月7日の同情マッチで、青の恵子と対戦も敗れる。8月4日には、クレイジー、マリーとのタッグで、青の&、堀田由美子が持つ、WWWD 世界タッグ王座に挑戦するが、ダッシュ失敗2016年4月、ティネと契約を交わし、シエナのリングネームで活動。6月12日、 スラミバースリー2016にてテ,ティネ、女子ノックアウト王座を保持するジェイド、ゲールキムとトリプルスレッドマッチを行い、マーティベルがリフェリーの隙をついて、ジェイドにゴルフクラブで王打ーーしたところホールして、カウント3を奪い勝利。ベルトを奪取した。2018年7月、インパクトレスリングを退団。8月3日、WWE が主催する第2回、メイヤングクラシックに出場。 一回戦でミアイムに敗退したビッグブートカットスロットありがとうございます。